こんにちは、こんばんは。ドゥームカムレスグルですね。今回なんですけども、またサイレント修正ですよ。でね、まあちょっといつもね、ちょっとカメさん、それはまあ変わってないんじゃねみたいな感じのことがあったかもしれないんですけども、今回ガチです。今回ガチ。100% 変わっております。まあその武器はアスバルですね。で、こいつってさ、デフォルトレコの消音効果があって、そう、まあデフォルトレコのサプレッサーがついてるってわけなんですけども、こいつね、なんと、あのね、わかります？この時点でもう気づいたでしょ。こいつね、もともとこのマズルフラッシュっていうのをこれ打った瞬間の火花っていうのがなかったんですよね。なんですけども、このマズルフラッシュがなんと追加されてるっていうね。でね、これ編集してる最中に気づいたんですけど、これミシックのアスバルト、なんとね、これないっすよ、これマズルフラッシュ。ふざけてない運営、これ。これちょっとバカにしてるね、これ。見下してない、これプレイヤーを。で、まあこのミシック迷彩がマズルフラッシュなくて、この通常のやつがあると。これおかしくねえか、これ。で、まあね、結構な人が、じゃあ、マズルフラッシュが追加されたっていうことは、カメさん、アスバルから、デフォルトの消音効果、サプレッサー効果が、なくなったってことですかみたいな感じをね、やっぱりそのアスバルファン、アスバル勢もいると思うんですけども、安心してください。この消音効果は、謎に、現役なんですよ。これわかります？サプレッサーがあったらね、まあ普通の武器っていうのは、この撃ったりしたらですね、マップにこの銃声、まあこの居場所っていうのが表示されるんですけども、このアスバル、はい、マズルフラッシュが増えても、なんとまだこのマップにですね、まあこのまあ印がないんで、消音効果っていうのはまだあるんですよね。でもね、それにしても今シーズンは異常にこのサイレント修正が多くないですか。まあね、他の実況者も紹介してたんですが、このこの赤パークのこの不屈ですね、こいつもなんとね、あのサイレント修正来てたらしいんですよね。まあといったような感じに、カメさんもこのびっくりのサイレント修正の多さなんですけども、今回ねこのアスバル使っていくんですけども、まあ一応ね今シーズンの最強ガスはこんな感じです。使ってみて。でですね、この前にもやったんですが、あの AK11 なんてさ、今めちゃめちゃ多いじゃん。でもね、 AK11 内にこのアスバルで勝つ方法があって、まあ普通にこれ使っても全然ね、そのキルスカーフェネックと全く一緒なんで勝てるっちゃ勝てるんですけども、このスカルカーですよ。これをつけることによって近距離と中距離マジで負けないです。これね、フェネックにも AK11 とかにも普通に勝てますんで、ぜひぜひですね、このスカルカーとアスバルの組み合わせやってみてください。まあ今シーズン結構このスカルカーっていうのが多いですよね。ということでですね、今回ランクマッチやっていこうかなと思ってます。早速いきましょうか。レッツゴー。ブチブチにするぞ。ほなら早速やっていきましょうか。さあ、これマズルフラッシュを増やしたやつガチで先般も出てこい。しかもね、これね、もう一つちょっと文句言っていいですか。これね、チャットでわかる、これ、あのね、ほら、おちんちんが通用しなくなってるんですよ。これね、これによるですね、その先般こういた、まあその、まあ敵とかね、これ下打ちしてきた敵にこのおちんちん滅びのバーストストリームができなくなっておるんですよ。これいるでしょ。なんやられるんかいな。まあでもね、言うてこのマズルフラッシュの追加によってガチでこの中距離見にくくなったっていうのがあるんで、ペロッ買っていこう。まあ言うてこの中距離はね、本当にこの、まあ、フェネックと同じキルつくなんで、ちょっと待って、いや勝てんのかい。さーて、この試合もちょっと勝ってきてってことなんですけども、なかなかちょっとこのリスポーンはきついですよ。これセンター取る前にね、大体やられるから。ナイスナイス。センター取ったら言うて勝ち。いや、それはマジ俺がやる。うわー、危なかった。めっちゃ M 頑張ったけど、さあちょっと待って、こっちの脇ちょっと不利なんで、一旦それ買っていってあげていいの。でかいよ。さあちょっと待って、これ上は取ってる。これキングゴリラしてるって。いいよ、お前硬っ。硬すぎやろ、お前。ガッチガチやないか。ガチのガッチガチや。ちょっと待って、一旦これはこっちから行ってもらって、いや、そっちからですよね。勝たないとあかんねん、これは。バーッ、来てんの知ってたけど。ちょ、待って、今日暑いぞ、今日。なかなか暑いぞ。でも、言うてね、あの、フェネックが多すぎる。なんかもう、アスバル使ってる人いなくね。まあ、言うてね、まあ、その、総合的に考えれば、まあ、ね、フェネックの方が強いっていうのはあるんですけども、やっぱりこれ、ばらけてほしい、俺は。武器が。うん。で、上取れる。で、タップいけるから。いや、中距離いけるでしょ。めっちゃ弾外してたけど。いや、いるが、二人でいけば大丈夫。もう一人いけ、もう一人やってくれ、もう一人やってくれってか。わー、これはマジで、お前を信頼してたのに。ちょっと待って、結構負けてるぞ、これ。もう言うてね、キルは全然取れてるんですけども、ちょっと、OK、ナイスビー、ナイスビー。で、ちょっとそろそろね、アナイアレーターが溜まるんで、この試合は絶対勝ちたいよ。本当にこのマズルフラッシュで、頭一個出しが見づらくなった。OK、もう一人勝っていく、でかいよ。じゃあ、このね、マズルフラッシュのこの修正に気づいたやつおる。なかなかいないと思って。手逃してくれよ、オッケーでかいよ。さあ、ちょっと待って、ここでもちょ、穴に出していいな。穴に、オッケーでかいよ。さあ、多分これ、下やの、これ。下が激アツ。はい。はい、削ってるよ、これ。いや、これ、俺下行かない、やばいな、これ。いや、来てるな。いや、ちょ、待って、取ってくれ、なんとか。これ、穴いやじゃ、なんともできん。もう、ほら、もう、マジでさ、めっちゃ崩壊するやん。言うてこれ、アスバル相手の女。一旦これ出していくわ。いや、でもね、ここのね、このプレデータークソ弱いですよね。
一旦ちょ待って、これ多分上取られて、いやーそれちょっとやりていいけど、もういるよ、多分腰くる。いやそれやれねえか、それ上がってけ、上げてけ、これもワン買っていねえか、これ。いや俺もう入るわ、俺ちょっとじきじきにこれ入っていきたいが、でかい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 、俺のぶつ波にでかい、後ろから来てる、それワン買って、ちょ待って、これ後ろから来れたら終わる、まだおるから買っての。いやーまあまあ後半ですよ、後半ですよ。まあ言うてこれ19キロできてるからね。てかね、ほんとにこれあの使ってみればわかる、飛ぶぞマズルフラッシュ、ほんとにこれ。これね、これおちんちおちんちん無理ってふざけてるでしょ、これ。なんか俺がやべえやつ、俺なんか俺やべえやつみたいになって、これなんかあの星のマーク連打してるだけのやべえやつになってるから。でこれアナイアレーター来るから、いや開幕取らないと終わる、このマップ、このマップは。でいやこのスモークいらねえぞ、このスモークいらねえぞ、これ下から来てるかわかんないからね。さあちょっと待って、しっかりこれ全部塞いでいってんの。いやこれは前線のやつをバッチコリー経緯、いや登ってくるよ一人ですよね。オッケー、これワンカって言ってあげて、本当にこのマズルフラッシュがいらねえ。なんかねこれ射程とかいじられてないかな、このゲームやったら全然ある。はい、このレレレ打ち、レレレ打ちが効いとんねん。それも買っていくよ、でかいよ、下から来てるが頭いったーって、あって勝ってって、それ B を守ってくれ、俺のその我が子を守ってくれ。多分ねこっからではワンチャンこれリスケートされる可能性があるんで、ショッカルシュを先に行かしよう、大丈夫そう。いや上行かないか、いやーちょこの B きついか、でも行けそう、結構防衛できそう。オッケーでかい、でも言うてこれ中継が本当にくさいな、なんていうのこのさ、 AK11 の対抗馬としてアスバルがあるのに、これがちょっと弱体化されて逆に AK11 がね超絶強化っていう、真逆ですよこれ。しかもね謎にこの消音効果が残ってるっていうね、そうマズルフラッシュあんのに消音効果が残ってるんかいみたいな感じの話なんですけども、いやこれは穴に入れ、カットしてカットしてカットして、集中してるよカムさん。さあちょっと待って、これはちょっと怒りを抑えて一旦これは下から来んね、これ一人、いや下を抑えないとやばい。終わった、タッチバーグ、タッチバーグ、一旦これ出していくわ、ちょっと待って防衛していく、これどこや、ここでかい、これやれか、ちょっと待って3人ぐらいキルしてるところなんですけども、もう30キルしてる、これキャリーしてあげるわ、いやいってるよこれ、いや勝っちゃうよこれ、このマズルフラッシュがね中距離のに抜きにくくさをさらにアップさせて、ちょっと俺の活躍がゴミすぎる。さあ抜き抜きしていこうぜ、これ中距離も、ほらもうマジでさ俺のエイムがゴミすぎる、今のはマジでマズルフラッシュとかじゃねえから、うん、ちょっとフラッシュもちょっと浴びていきたい存在になっていきたいところなんですけども、ちょっと待ってこれはね、なんかスモークの色変わってない、こんななんか工事現場のなんか砂ぼこりみたいな色してんねんけど、マジで汚すぎたな、ちょっと待って、いやワンチャでかいでかい、なんかまあ言うてこれ抜きやすいけど前の方が抜きやすかったかな、お前らちょっと俺のアスバルにビビって途中抜きすんなよ、ちょ今のは意味深やったな、いやお前フェネックか、はい来た。さてちょっと俺の机もですねちょっと傷んできたところなんですけども、マジで汚くない、あんな色じゃなかったよな、マジで俺たちのスモークを返してくるでしょ、もう上のやつうぜえな、上のやつうぜえな、フェネックなんか使ってんじゃねえぞ、オッケー、これ相手とか言うて一さんおるやん、待って B 防衛しろ、俺たちの B 防衛しろ、どっちが本物の S1 かっていうのをねちょっと教えてあげたいところなんですけども、来ないな、 A は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 落ち着いて、いやわきわ、いや絶対このね外周から来るんですよ、そこを刺す、はい来た、でこれだ、あいや終わったの、俺死んだな、悪い俺死んだ、ちょっとね俺の手もそろそろなんかあのジンジンしてきたんですけども、勝てるんじゃないこれ、来てんね、はい武蔵、ほらもう絶対玉抜きするやん、俺ら来た、気合の一撃じゃ、俺らバレてるよこれ、はっ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 、ベッキーだよ、いやでもこれはいいんじゃないですか、これ勝ててるよこれ、一点取りでオッケー、これ激アツやって、これ俺アスバルで一応今日めっちゃ頑張ったじゃない、めっちゃめっちゃ頑張ったよこれ、マズルフラッシュは返してくれよ皆さん、うん、返してくれっていうか消してくれね、うん、まあ消音効果は残ってるのはありがたいけど、ちょっとこのサイレントシューズやね、しかもあのおちんちんバーストストリームもちょっとねハマってなくなったのはまあ残念であるんですけども、ちょこれなかなかいいんじゃないですかこれ、ちょっと今回12ディスもしちゃったけどまあいいんじゃないですか。
ブチブチにするぞということですね。今回どうだった紹介、いやアスバルのまあこれ弱体化じゃん、言うたら弱体化じゃん、これ強化じゃないじゃん。なんでね、まあちょっと結構悲しいね。やっぱりこのアスバルのこのサイレント修正、まあ弱体化っていうのはなかなかね、やっぱりその中距離とか抜くときにまあその痛いんじゃないかなと思ってます。ということですね、今回これで終わっていこうかなと思ってます。面白かった、うまかった、参考になったっていうのはチャンネルと高評価ポチッとよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。